はい、こんばんはということで、でね、今日はね、今の季節にちょうどぴったりな初夏っていう曲があるんですけどね、初夏76っていうね、あんまり有名じゃないかな、でもこの曲結構いい曲で、僕は好きなんですけども、ね、これあのアルバムはね、サマルカンドブルーというアルバムがあってね、ちょっとあの異国情緒あふれる感じのアルバムなんですけど、さ、空よりも青いサマルカンドブルーとか、なんかこういう感じの歌い方してるよね、吉田拓郎ね、なんかちょっと癖のある、歌い方してる、アルバムでね、あとあのいろいろあります、結構、まあ、あの名曲ぞろいな感じのアルバムでね、吉田拓郎の、まあこれ何年ぐらいだろうな、80年代は80年代だろうな、きっと、僕の中ではあの新しい感覚なんですけどね、新しい感覚と言いつつあの古いですけどね、もうそれは、もう30年ぐらい前なんでしょうけども、そういうね、サマルカンドブルーという、サマルカンドというのはどうかあの地名ですよね、サマルカンドブルーという、なんかあのあっちのなんかシルクロードのあっちの方のあれじゃないかな、あのよく知らないけどね、まあまあそれはいいとして、この初夏76っていう曲があって、でまあこれ今カポがニフレット目についてますけども、ここにニャンコ今日珍しくここにいてますけど、あ逃げていったって感じですけど、こらはい、おいでこっちおいで、はい、でまあこの初夏76っていうね、曲をちょっと今日はやってみようかなとね、ね、でまあ過去にね、これ原曲のキーがね A マイナーです。だから、ここですね。時々小雨がばらついて、君は季節のシャツを着て、こんぐらいのキーなんですよ。でこれだとね、僕も高くて歌えないのよね。で、ここからだから。3つ下げてここから E マイナーで、あのイントロは適当なんで、小雨がばらついて、君は季節のシャツを着て、通りがかりのアンティークショー、ちょっと待ってとガラス窓、そうね、あんな飾りだな、俺は寿司らぬふりをして、ガードレールに腰掛けて、彼女の姿に見とれてた、金も未来も何にもなくて、ただそれだけでいい、あの頃はと、こういう曲でして、まあこれ3番ぐらいまであるんですけどもね、で、まあ、今これ E マイナーで弾いていったんですけども、
まあこのもう僕このキーでもう精一杯な感じなんでね、こっから3つも上がると、もう到底歌えないって感じなんですけども、まあこれはね弾き語ってる人はあんまり少ないですね。あんまり何人か ありましたけどね。でまあ原曲は当然 YouTube に、ありますんで、知らなかったら一回聴いてみたらと思います、で、これをメロディーとっていこうと思うと、これねメロディーとっていこうと思ったらこう Am でいった方がやりやすいね。イントロは適当なんで、こんな感じで、まあ、コードを言うていくと Am からね、これカッポ取って Am で弾けば原曲キーです。ベースっていうのはとりあえずあの頭の拍で全部入れるんでね。こんな感じでね、で Am から、で次ねこれ D のマイナーなんだけども、こういう風にいくとここなんよね、メロディオンとかね、ここだからこの D って4弦の開放がベースなんよね。ここね4弦がね、でここを押さえたらこの4弦のベースは出せないんでこっち側を使うんよね。だからこう行きたいんだけどパッとやりにくいからこう押さえてね、パッとこういけたらいいんだけどやりにくいから先にこっちを弾いた後でこっちに持ってくるね。で次 E7 で。Dmね、こう音が高いところにあるときはねもうこういう押さえでいい。この4弦のベースが使えるんで4弦のベースを使いながら でこの Dm とかのときに音がこう低い位置にあるとどうしてもこのベースが出せなくなるんでこっち側の5弦を使ってで Dm です。この中指をこの1個上げるとこれメジャーコードね。これ D のメジャーコード、D、これ D のコードです。これと一緒ですけどはね、でどこまでやったかな。
これね、でもあのコードをこう押さえながら弾けるんで、あの、まあ、弾きやすいですよ。この金も未来ものとこもこうね、この A マイナーを押さえたままこう順番に弾いていったらこうで D マイナーで F で E7 でこのねで A マイナーでね E7 からこの辺はあの適当なんでね、まあ、原曲を聴いてみるとあのこんな雰囲気のメロディーが流れてるって感じ、こんなあのあくまでもこんな雰囲気なんでね。なんかねこれなんかサックスかなんかかな、あれパッパパパンパンパッパッパッパンパパパパンみたいなねが入ってるんだけど、まあ適当にやればいいと思います。まあ、こんな感じの曲です。A マイナーで弾いていけばそんなに弾いてから指を間に合わせたらいいんでね、こうパッと行きにくいね。こう行けばいいんだけど、こう、ま、間に合わへん感じだとこれでもねごまかせるんでね。吉田拓郎で初夏76という曲をねちょっとやってみました。いい曲でしょなんか結構好きなんですよこの曲ね。ですね。あとまああの弾き語りをするときはね、もうギターってね適当でいいんですよ。どっちかいうと歌がメインなんでね、歌う方に集中してほしいですね、ギターを弾く方よりも。でよくこの弾き語りしてる人でよく思うのがね、ギターの音がでかすぎるって感じで
で、あのピックでこうガーッと書き鳴らしてるんですけども、いわゆるボーカルの方が全然負けてしまうんでね、その取り方にもよるんでしょうけどもね、なんかあのあやかましいって感じがするのが結構多いですね、聞いててね。まああの弾き語りにおいてギターというのはおまけみたいなもんなんで、ね、やっぱどうしても歌がメインになる。まあ僕はもう歌はあんまりうまく歌えないんでね、あんまり歌わないですけども、ということで、ちょっと変わったところ、変わった吉田拓郎、変わってもいいんかな。まあ拓郎らしい曲ですけどね、この曲ね、なんとなくね、初夏76、吉田拓郎でした。